ちゃ文化放送てらちゃおはようてらちゃん。時刻7時50分です。おはようてらちゃん。この時間からコメンテーターは元警視庁北京語通訳捜査官で作家の坂東忠信さんです。坂東さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。朝晩やっぱり冷えてきましたね。そうですね、だいぶ寒い感じがしますね。上着が必要かななんて思ってるんですけども、東京のこっちに出てくると割と暑いんでですね、はい、今度上着持ってると邪魔になっちゃうみたいな。日中はね、20度超えたりするもんでね、はい、歩くと少しこう暑いなって感じになります。さて、毎日新聞の記事からいきましょう。政府は GoTo トラベルについて年末年始の再開見送る方針固めました。コロナ禍で打撃を受けた観光業者から早期再開の要請を受けていましたが、重症化を防ぐ経口薬飲み薬の実用化などコロナ対策の進捗などを見極める必要があると判断したということです。はい、コロナワクチン接種とかですね、あと陰性証明、この利用の条件として1月中旬から2月の再開を検討としています。はい、GoTo トラベルの再開、年末年始は見送って1月中旬以降で検討ということなんですが、坂東さん、これどうでしょう。これ私個人的にはすごく楽しみにしてます。はい、もうしばらく旅行なんか行ってないし温泉にも行ってないので、ただこれと並行してですね、外国人の流入枠、入国枠をですね拡大するということがあると、今までなかった変異株が入ってくる可能性がありますね。はい、それとこのワクチン自体は、かからないのではなくてかかっても重症化しないということは、宿主が、自覚なしにあちこちに行くということですよね。そういうようなことを考えると、今の状態の延長線上で考えれば大歓迎なんですけども、その他の要素ですね、変異株ができないかとか、あと外国人 その先ほど申し上げました、流入枠拡大、これと一緒にやっちゃって大丈夫なのかなってちょっと心配なところありますね。そうですね。はい、今はその海外からのこの、観光客等々はまだ入れていないという状況ではありますからね。はい、今後です。で、去年の GoTo トラベル見ると、利用が大手高級ホテルや土曜日曜に集中するなどの課題が指摘されました。はい、再開後の GoTo は中小のホテルや旅館への宿泊、平日利用に特典がこう増すような制度への見直しを検討するということです。はい、再開後のこの GoTo トラベルですが、課題踏まえてこれどういうふうにこの制度を見直せばよろしいんですかね。平日に行けるようにするためには、平日に休める会社が増えてこないと、そうならないわけですよね。ですからこれ旅行業界とか温泉業界とかそういうところだけではなくて、社会全体が、常に機能しながら、きちんと休みも取れるというような体制を作っていかないと、土日だから休みっていう時代でもないんじゃないのかなと思いますね。そうですね。はい、しばらくはですね、国内でこうやって経済を回していくべきなわけでしてね。はい、ね、だからそうなっていくと GoTo トラベルっていうのはもちろんその、この政府のこの目論みというか目算というか予定というのは、これはやはり先ほどもお伝えした通りですね、このチェック機能がさらに働くようになることと、あと経口薬、こういったものが、ちゃんとこう動くようになってからという判断なんですね。これね、あと陰性証明というのも、これいつの時代、いつの段階で陰性だったかっていうのはこれが問題になってくるん で、半年前の陰性証明持ってこられても今ちょっとどうなのかなとかね、いろんな問題が出てくると思いますね。そうですね。はい、続いてはですね、日経新聞です。去年の秋、入管難民法違反容疑などで警視庁に逮捕された韓国籍の60代の男と70代の女が、北朝鮮の情報機関の工作員とみられる男の指示の下で外貨の獲得活動に協力していたことが昨日捜査関係者への取材で分かりました。日本の警察当局、北朝鮮が関わるスパイ事件と認定しました。捜査関係者によると指南役の男、北朝鮮の情報機関に所属し、男女には複数の関係者を介すなどして指示していたとみられます。韓国籍の男女は2017年頃、韓国製の栄養ドリンクの輸入販売を目的とする貿易会社を東京都内のマンションの一室に設立しました。で、在留資格外の会社経営のほか、不正に取得した書類で入国したなどとして、警視庁公安部が去年10月と11月に逮捕していました。
で、その後の捜査で男女が貿易会社などを通じて北朝鮮との海産物の取引やロシアと北朝鮮の国境近くで液化石油ガスの施設の建設計画に関わっていたこと、これも分かったと。警察当局、男女が別の事業などで得た資金も含めて一部が指南役の男に流れていたと見ていて、北朝鮮の情報機関が主導した外貨目的の工作活動だと判断した模様です。はい、でこの北朝鮮が関わるスパイ事件ということなんですが、北朝鮮スパイを送り込んで外貨をこれ獲得しているってことなんですね。そうですね、これ送り込んでいるというだけではなくてですね、寺島さん学校にいた時に土大臣という言葉を習ったことはないですね。私の時にねこれ習いましてですね、これは差別用語とかなんとかではなくて、民族勢力の拡大の土台となる人たちということで、日本国内にいるその朝鮮系、韓国系では昔ですから、その朝鮮系の人たちをですね、これ土大臣というふうに言ってたんですね。この土大臣がまさにこの男の方ですね、長期滞在しているという、これがまさに土台となって、この短期滞在の資格を持って何回も出たり入ったりしている女性と連携したり、組織的なその日本国内の土台になって、組織的工作が展開されていたということですよね。まあ、私こっちの方面の、一応昔そういう仕事はやってたけども、私は中国の方でした、中国語ができたんで、こっちはまた別の班でやってましたけどもね、でもこういったことがですね実際に身の回りにあって、今回あのドリンクの販売とかだけではなくてですね、その前には、日本人の拉致に関わって、北朝鮮が日本人の拉致を、誘拐ですよね、そういった事件も実際にあったんですから、みんなでこれ気をつけていかないと、特殊な世界の話ではないんです。でこの60代の男と70代の女はですね、共に起訴猶予になったということなんですが、これ起訴猶予なんですか？これ一番いいのこれが工作として認めてるわけですよね、警視庁ので。でもであっても、結局スパイ防止法がないので、スパイだということでは逮捕できないと、その違うこと別件で起訴猶予になってるということですよね。そういうことなんですか。でもこれね、例えば今私が説明したように、このまず韓国製の栄養ドリンクの輸入販売目的とする貿易会社を作った、で、このだから書類も不備だった、不正だったと。一方ではそのロシアと北朝鮮の国境近くで、この何かこう液化石油ガスの施設の建設計画に携わったりとか、いろんなことやるんですか？そうです、いろんなこと。それのための土大臣ですから。それで、土大臣全部が悪いわけじゃなくて、その中でもそうやって活用されやすいということですよね。日本の、地方の拠点としてでですね、そういった中でこの国際化の時代にですね、もう今なんか言葉が通じなくても自動翻訳でお話できたりとかもできるような時代ですからね、こういった状況をどうやって日本が防いでいくのかということは、警察だけの問題ではなくて、隣に変な人がいたら通報するとかですね、社会全体でやっていかないと国益を損ねたり、日本に害を加える国を利したりするような結果になると思いますね。そういうことなんですね。まもなく8時です。8時になりました。11月12日金曜日、8時になりました。おはようございます、寺島直政です。お日様が眩しくなってきました。 13.6 度です。今日も関東晴れて気温が上がるでしょう。日中青空広がって洗濯物などよく乾きそうです。北部山沿い一部でにわか雨があります。気温は日差しで上がります。東京、横浜、埼玉20度、平年より3度くらい高いでしょう。朝と夜は上着が必要ですが、日中は長袖1枚で過ごせそうです。土曜日曜も晴れて同じくらいの
気温となるでしょう。東京地方今日は晴れ時々曇り、明日は晴れ、降水確率は今日明日ともに 0%。 波浪注意報が関東の海沿い、強風注意報東京23区、伊豆諸島、神奈川東部、千葉県に、霜注意報茨城県、乾燥注意報千葉県に出ています。今朝のコメンテーターは元警視庁北京語通訳捜査官、作家の坂東忠信さんです。坂東さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。日本アムウェイに入会させる目的を告げずに、マッチングアプリで知り合った女性をエステに連れ出し、入会を勧誘したとして、特定商取引法違反の疑いで京都府教育庁の主事の男と自称自営業の女2人が逮捕されました。逮捕容疑は、共謀して3月にマッチングアプリで知り合った京都市の女性に対し、アムウェイ入会への勧誘であることを隠して誘い出し、この化粧品がおすすめ、会員になったら安く買えるなどと入会を勧誘していたとしています。で、警察によると、女性はその場で入会し、化粧水の購入契約しましたが、翌日警察に相談しました。京都府の教育庁は、容疑が事実であるならば公務員としてはあってはならない行為とコメントしました。まあ、今回のこのアムウェイの勧誘ですけれども、これは坂東さん、どうご覧になりますか。まあ、これまず何が問題かというと、一般的に言われるネズミ講ですよね。これは普通の商売と違って金の流れが逆なんですよ。というのは、普通の会社であれば、上からお金が出てくる、組織からお金をもらえる。でも、これの場合には、組織を構成する上の人たちに逆に売れればお金が吸い上がるという形になるので、上の人がどうしても勢いこのもっと売れみたいな感じになってくると。で、下の方の人たちもその下がいますので、さらにそれを同じようなことになるわけですね。ですから、組織全体でそういうような動きを加速させるというところですけども、今回の件については、これ、特定商取引法違反ということですね。全然こういうなんか目的が違うようなところで、これエステに連れ出して入会勧誘したとかですね、あとこの公務員がこれやってるというのはどうなのかなと思いますけどもね。こういう商売ってですね、割と多いのは、まず地元で、今このマッチングアプリというふうに言ってましたけども、SNS なんかを使ってですね、異業種名刺交換会やりましょうって言って行くと、名刺交換したら後で電話がかかってくるなんてのがあったりとかですね。あとは成功哲学系の、セミナーなんかに行くとですね、こういう人たちがその哲学の受講なんか、成功哲学系の受講なんかどうでもいいんですが、それでそのカモになる人は、実は成功したい人がみんな集まってくるんで、この商売やったらこれ成功するよって言って後から勧誘かけてきたりとかですね、そういった状況がいるんですよね。警察はですね、容疑者が他にもマッチングアプリで知り合った女性20人以上を勧誘したとみて調べています。ネットワークビジネス、しつこくこの勧誘されてですね、人間関係が崩れてしまった、こんな話も聞くわけなんですが、こうしたこのネットワークビジネスの問題点、これは坂東さん、どうご覧になりますか。これはお金の流れという、それだけで見たら確かにそれで成り立ってるわけですよ。ところが、これによってそのどうしても売らないと自分のステータス、その何段階目にあるから、いくらの収入が入る、下に何人いるからいくらの収入が入るという、これを維持するために無理な商売をすることが、これは問題の根本かなというふうに思いますけどもね。ですから、今これは自分のステータス、その階級を維持するためにですね、いっぱいこのアムウェイとかそういったお店からいっぱい買い込みながら、これをオークションやなんかに流したりとかしてですね、それでステータス維持してますっていう人もいるんですよね。そうなんですね。組織がそれを、こういった組織がそれを今禁止してるみたいですけど、ね、ああ、そうなんですね。そうするとますます苦しくなってきて、無理な勧誘につながっていくと、私はそういう仕組みになってるんじゃないのかなというふうに思います、ね。そうなんですね。続いては産経新聞。岸田総理はですね、昨日アメリカのインド太平洋軍のアキリーノ司令官と官邸で会談し、日米の協力を一層進めることにより自由で開かれたインド太平洋を実現し、地域と国際社会の安定のため協力していきたいと話しました。会談では、中国が軍事的圧力を強める台湾周辺の安全保障環境も議題に上ったということです。アキリーノ氏はですね、岸田総理との
との会談で日米同盟は非常に強いものだと強調しました。アキリーノ氏の来日、4月に司令官に就任して以降3回目ということですが、このアキリーノ氏の動きですけれども、これは坂東さんどうご覧になりますか。これ司令官に就任して3回目の来日、はい、それだけ重視してるってことですよね、はい、この台湾の関係について。で、はい、台湾についてはですね、台湾侵攻が始まったら日本はどうなるかって皆さん言ってますけども、はい、これ侵攻というのは、まあ、今のところ台湾の西の方の領海近くこうかすめるようにして何回もこう戦闘機が来てるぐらいで、はい、その本土の上まで来てるわけではないんですけども、海峡上陸しなくても海峡を封鎖された段階で、まず、まあ、海峡というのは具体的に言うと台湾海峡、それから台湾の南側にある馬詩海峡ですね、こちらの方を封鎖された段階で、上陸、台湾に上陸しなくても日本に来る物資の8割ぐらいは滞ってしまうわけですよ、はい、そうなんですか、うん、そうなんです。そういうふうになると、解放軍の海軍もしくはまあ潜水艦とかですね、そういったものが、そちらの海域に展開して、海峡を封鎖したという段階で、日本国内今度はいろいろ買い占めが始まったり、いろんな影響がこれから出てくると思うんですよね。ですから戦争が始まる前から首締まる状態なのは実は日本なんですよ。もちろん台湾も首締まっちゃうんですけども、それを回避するためにどうするかという話なんですね、はい、まあ、その準備も国家としてこれは必要であると思いますね、はい、日本もですね、はい、でアメリカのブリンケン国務長官は10日中国が台湾の現状を武力によって破壊しようとする際にはアメリカは同盟国とともに行動を取ると明言しました、はい、まあ、この同盟国というのは、まあ、日本ということですか、はいはい、で台湾有事にはですね、日本などインド太平洋のこの同盟諸国との連携で中国の一方的な行動を阻止する考えを示したと見られます、はい、まあ、このブリンケン国務長官の発言ですがどうでしょう、はいはい、これはやっぱり日本非常に重視しているのはなぜかと言いますと、はい、この海域にカバーできる基地というのが、はい、アジアの方で一番大きいのは那覇にある米軍基地ですね、はい、ですから、逆の立場からすると米軍基地から応援が来なくなれば、はい、中国は成功するわけです、来なくなるために何をするかというと、はい、まあ、具体的に、軍用機の離発着ができないような状況、はい、さらに具体的に言うとおそらく私の予想ですよ、これをやるためには、ドローンを使った攻撃で、しかも死傷者が出ないような空港に穴を開けるとかですね、はい、そういうことをやる可能性はありますよね、ただ台湾に対して実際に乗り込んでいって、機関銃ぶっ放したりとかそういうことは私はそこまでやるかどうかは分かりません。ただ、はい、それもできるような状況を作ることが彼らにとっては解放軍にとっては大切なので、そこでやられっぱなしで終わりそうなのは日本なんですよね、爆弾がその軍用米軍基地に落とされたとしても、まあ、自衛隊のところに落とされたとしても誰も死んでないんだから、そこから今報復攻撃、敵地攻撃能力とかも使っちゃっていいのかという話になってくると何にもできないということを解放軍はおそらくもう見越していると思います。そこまで考えてないでしょうってことですね、これね、はい、今朝もあなたの周りの情報を教えてください。メールはテラアットマーク JOQR.net、 ツイッターはハッシュタグおはようテラちゃんでつぶやいてください。たくさんのメールつぶやきお待ちしています。時刻8時9分です。文化放送おはようテラちゃん、今朝も9時までお送りしていきます。ダバダテラダバダテテラダバダテラダバダテラテラ、文化放送おはようテラちゃん。時刻8時15分です。今朝のコメンテーターは元警視庁北京語通訳捜査官、作家の坂東忠信さんです。ニュースピックアップこちら。読売新聞、イベント人数上限撤廃へ。新型コロナウイルス対策をめぐる政府の行動制限緩和策の全容、昨日明らかとなりました。大規模イベント主催者による感染防止安全計画の策定、これを条件に参加人数の上限撤廃します。緊急事態宣言が再発令されてもワクチン検査パッケージを活用すれば定員 100% まで認めるということです。まあ、このイベントの参加人数の上限撤廃、坂東さん、これどうでしょう。これも私も歓迎したいというか、はい、まあ、これで経済回ればなというふうには思うんですけども、ただワクチンを待ち望んでいた時と今とではちょっと状況変わってますよね、はい、頃はワクチン打てばなんとかなるっていう
期待があったんですけども、実際には2回打ったとしても、またかかっちゃうので3回打とうという話に今なってるわけですよね。ですからワクチンは万能ではなかったと、はい、それと検査パッケージについてもこれ毎回毎回やんなきゃ、ね、一番近いところの結果が信用できるわけであって、はい、半年前の結果が OK でしたのでというわけにいかないん で、 そうです、ね、でも毎回やるにしてもこれ値段が高いですからね、はい、1回確か2000円とかなんかそれぐらいの値段だったような気がします。これを無料にするのかどうかっていうのも一つのポイントでしょうね。そうですね、そういうそれが無料になったとしても、結局それはじゃあどこからお金を出して作ってもらうのかというと私たちの税金からっていうことになると思いますので、はい、将来的な負担につながってこないかとか、まあ、いろいろ問題は、ね掘り下げるといろんな問題がこれ出てきますけどもね、まあ私が心配しているのはこれの他に他の要素です、はい、外国から の、 その輸入枠を拡大して、はい新しい変異株が入ってきたときにどうなるのかって話なんですよね、もうワクチンも何も効かないとかですね、またいろいろな、ねちょっと今までの対応が違うみたいなウイルスが入ってきたとなってくると、はい、これもどうなるかということなので、はい、これをやりたい私もこれ大賛成なので、やるんであればまだせっかく今小康状態に落ち着いてきたところなんですから、外国人の入国枠については、むしろ考えなければいけないというふうに思います、となるとその観光客をいつから外国観光客をいつから受け入れるっていうのは結構慎重にやった方がいいと、そうですね、観光客だけではなくてですよ、これ具体的に言うとこの間の東京五輪の時も IOC とかっていう偉いなんか幹部みたいなのが来てましたけども、タクシーの運転手さん言ってましたけども、調子に乗って箱根の温泉まで連れて行けって言ってたやつがいたらしいですよ。で行っちゃったらしいんですよ。行っちゃったんですか、ほんで上から の、 指示で、IOC の役員の方が言うことに関しては、その通りに動いてくださいって言われてたのでしょうがないということでですね、で結局そうなんです、観光客じゃなくても、来たついでに観光しようって言って、あちこちに行って、しかもその人たちって特例措置で入ってきた人たちですから、本当はどうだったか分かんないんですよ、そういう人たちもいるということを前提にして考えていかないと、この会場がこれから解禁になるというこの一つだけで思って判断するようなものではないと思います、ね、せっかく今ねこの減ってるという日本の国内ですものね、そうですね、はい、続いてはこちら、産経新聞、林外務大臣親中派払拭急ぐ、岸田総理大臣は自民党の林芳正衆議院議員を外務大臣に起用しました。林氏は中国要人とのパイプを持つ中国通で、対中関係の安定を重視する狙いも込めた人事といえますと産経新聞には出てます。一方で党内には林氏を中国寄りだと見て危ぶむ声もあると。林氏は昨日記者会見で、これまで務めてきた超党派の日中友好議員連盟の会長を辞職したことを明かし、懸念の払拭に努めたということです、はい、林外務大臣中国寄りという見方もあるんですが、坂東さんはどうご覧になってますか。これ党内から出てるっていうのは割と近い意見ですよね。これ私たちは日中友好議連でどんな活躍をしたのか、林さんがどんな仕事をしたのかっていうのはこれは見えてこないところなんですけども、そもそもこの日中友好議連というのは、日本人のこれ考え方の癖なんですけども、両国が譲り合わなきゃいけないということで、じゃあこっち譲りましょうっていう、そういう接種、相談の仕方でやってるとですね、向こうはぶつかり合ってどこまで取れるかってことですか。ですからこの友好議連、本当に友好であるためにはですね、こっちからもぶつかり合っていかないとダメと、中国のことわざでですね、ブーダブーチャンジャオっていうのがあってですね、これはお互いに殴り合わないと付き合いにならないっていうんですよ。そういうのがあるんですか、そういうふうな文化がありますんで、お互いに押し合って、力比べをして、そこが解決 の、 中心点になると、日本人の場合はお互いに引き合ったところで、その真ん中を取りましょうってやってるのでですね、この日中友好議連がそういう姿勢でやっていて、今までだいぶその国益を削るような結果につながっているんであれば、ちょっと私はこの方は信頼できないとは思いますね。となると林外務大臣、地中派地米派でもあると言われてるんですが、中国に対してはどういう姿勢を示してほしいとお考えですか。私個人の意見としては、今までその中国寄りと党内からさえ出ているということですからね、ですからこれを払拭するぐらいのまず実績を示す。じゃあ会長ぐらい辞めたぐらいじゃダメだと、全然ダメです、はい、これから、役職に就くわけですから、外務大臣としてですね、それなりの実績をもう早いうちに示してもらわないと私もすごい心配ですよね、はい。
続いてはこちら、産経新聞、習氏3期目固める。その中国の国営新華社通信によると、中国共産党の重要会議であります第19期中央委員会第6回総会、昨日党創建100年の歴史を総括する歴史決議を採択して閉幕しました。歴史決議の採択40年ぶり、習近平国家主席が毛沢東、鄧小平と並ぶ権威づけを行っています。来年後半に第20回党大会、5年に1回開かれる党大会開くことも決めましたが、習氏がその場で異例の3期目入りを果たすのは確実です。閉幕後に発表された文書では、習指導部の成果を総合的な国力が新たな段階に飛躍したと絶賛しています。2027年任期のこの3期目のみならず、2032年までが任期の4期目、これを視野に入れている、こんな見方もあります。歴史的指導者としてその名を刻もうとしているということなんですが、このあたり坂東さんどうご覧になりますか。はい、これは習近平さん今までですね、何回か神格化に失敗してますよね。はい、ポスター貼り出したら、そしたらみんなで習主席を讃えようみたいなポスター一時期すごいいっぱい出たことがあって、そしたら女の子が炭ぶっかけましたよね。で炭ぶっかけて連れて行かれて、しばらくして戻ってきたらなんか変な風になってたというような、そういうニュースもありましたけども、その神格化に失敗しているけども、今習近平が変わるとですね、国家主席から変わると社会の仕組み全体がこれ変わっていくわけです。日本と違ってですね、各企業が誰とつながってるかってものすごい大事な話になってくるんで、これはこの例えば習近平が失脚しちゃったりとかすると、今までその分野で1位を持ってた会社が今度次の、国家主席とつながりが薄い、 A 社じゃなくて B 社の方がつながりが濃いというふうになってくると、大逆転されたりとかするわけですよ。はい、そのやっぱり賄賂とかね、いろんなものが生きてますんで、でそういうところがこれ日本とは違いますので、はい、その文化の上で成り立っている社会において、今はこの習さんのこの安定が望まれている、はい、ということなんですよね。でこれについてはもう実はこの習近平政権においてはですね、まず解放軍の中の人事の改革はもうかなり進んできました。それと警察のトップの改革についても、警察の向こうでは公安っていうんですけども、これについても2018年あたりから非常に入れ替えが激しくてですね、これももう大体終わった形になって、あとは地方の方の話になってくるんですけどもね。で今後のも今後維持しなければいけないのは、この共産党内だけではなくて、はい、中国全体のですね、この同調圧力を強めることと、警察の治安維持の、この力、有形力でですね、がっちりと守っていくというところが、これからの課題になりますけども、まあ、そんだけ続くと、中国の人民の皆さんも大変だろうなというところは、私も思いますね。そうなんですね。はい。さあ、それではここからはですね、坂東さんにはこのテーマで話を聞きます。外国人の入国再開、経済界からは歓迎の声。政府は今週月曜から新型コロナウイルス感染症の水際対策緩和しました。そしてワクチンを接種したビジネス関係者は、海外出張の日本人の帰国者を含め入国後の待機期間を原則3日間に短縮、海外のビジネス関係者、あと留学生、技能実習生の入国を認めています。経済界からは歓迎の声が相次いでいます。海外に生産拠点を置く製造業では、東南アジアなどの工場で新設備を導入する際に必要な現地従業員の訪日研修を再開できるのは大きい、こういう声が上がっています。技能実習生の受け入れが止まっていた農家にとっても、人手不足が改善されれば現場には喜ばしいことと受け止められました。入国緩和についてですけれども、これ書類手続きとかいろいろあります。それはまた後ほどお話しするとして、まずはこの入国緩和について坂東さんいかがでしょう。はい、私は今緩和すべきではないと、結論から申し上げますとですね、今緩和すべきではないというふうに思いますね。はい、でこの入国の緩和について、歓迎している人たちというのは、前の状態に戻れると思ってるみたいなんですけどね。ただ今コロナが撲滅できた、もしくはコロナと共存して、これからやっていこうというような、どっちの社会にしてもですよ、コロナが問題ではなくなった
ということで、じゃあ2年前の生活に戻れますかという話なんですよね。戻れると思います、いや今、ね、難しいですよね、で何が違うから戻れないのかというところをいろいろ考えてみますと、私としてはこう4つか5つぐらいの違う点があると思いますね。一つは前はその中国人の、中国人材かなり入れてましたけども、中国が、一党独裁で人民の、管理強化、これも体制もしっかり構築しつつある中で、中国が台湾侵攻の具体的なところがこう見えてきましたよね、それで、今は工作員でも何でもない協力者でも何でもないようなまっさらな中国人が来たとしてもどうなのか、日本国内で、というのは今日本国内に前にもちょっとお話ししましたけども、池袋 の、ね、あの駅の周辺であるとかですね、あちこちでですね、国安を名乗る中国人が手帳を示して、国家安全部の手帳を示して、中国人にお前たちのことはもう把握してるんだからちゃんと考えろよっていうなんか脅しをかけてもらっていると、そういうような状況が出ているので、それが一つ、それともう一つはウイグル人人権問題の明確化、もうどこの国でもこれもうみんな国家で、反対しているので、これを背景としてしたその世界の図式がもう2年前とはだいぶ違いますよね、それと3番目にこのワクチン接種の結果の出現がこれから何か出てくるかもしれない。これはワクチンの安全性については、こういう状況だからということで特例的にその治験の時間を設いてから使うっていうのじゃなくて前倒しでやっちゃったわけですから、この結果はこれからね、言葉悪いですけど全人類を、実験台にしてやってた話なんで、これから変な結果が出てこないか、そこはもう誰も分かんないわけですよ。そうですね、出てこないかもしれません、でも出てくるかもしれないんです、そういったところがあるのでちょっと先が読めないところ、それから4番目にですね、トランプ大統領 の、 前の選挙、トランプ大統領が落ちたアメリカ大統領選の選挙ですね、あの時からですね、YouTube など人類規模 の、 その表現、言論表現プラットフォームにおいてですね、言論規制とか言論弾圧の政治への介入、これが見えてきてますよね、ですから国家を超えた、市企業 の、すごい肥大化した市企業の影響力というのは非常に強まっているというところがありますね、それとアメリカと中国の逆転、軍事バランスの今逆転しつつあると、こういうような状況で2年前の生活に戻りましたから外国人呼んでいいですかっていうと、それはちょっと考えながら呼ばなきゃいけないし、そもそも今はまだ呼ぶ状況ではないというふうに思いますね、今の坂東さんのお話聞いてると、だからこの新型コロナウイルスだけじゃなくてね、いろんな問題が2年前と変化してるってことなんですね。私たちもコロナに注目しちゃってて、今外国人が少なくなった状態で、今の社会がなんとか続いてるというのを、これを分かって、すっかり忘れちゃってるんですよね、でもちょっと前まで思い出してみると中国人が爆買いしたりとかですね、なんかいろんな問題がありましたよね、でそういったところにまた戻していいのか、戻れるのかという話ですね、そうですね。で一方ですね、空港での煩雑な書類手続きの簡素化などの要望が出ているということです、政府は入国制限緩和の条件として、企業などにですね、訪日ビジネスマン、あと海外出張からの、この帰国者らの行動管理を求めています、でこれがですね、かなりこの多岐にわたって細かいルールがあって、その書類ですね、申請手続きが煩雑だと、いうこと、こういう声が上がってきていると、申請書、活動計画書など6つの書類が必要、中にはですね、今10日間この待機をするというところで、これがその書類を提出すると3日間で、いいという、ただ申請があまりに煩雑なんで、もうこれ10日間でいいやみたいに思っている、ビジネスマンの人たちもいるということも聞いております、このあたりどうですか。3日間にしてですね、今でも確かに空港の中でですね、あっち行けこっち行けって言って随分空港内で移動した上に、さらにその後、どこに行くのかわからないバスに乗って、どこのホテルだかわからないホテルに3日間待機している間に検査結果が出たりとかして、そこからじゃああとは残りの 2週間の残り、日数は自宅なりできちんと待機して、接触しないようにというふうなことをやってるわけですね、ですから他の国に行くと2週間ホテルに詰め込まれたり、しかもそれ自分の金でとかっていうことなんですよね、ですから煩雑な手続きを持って 3日間でやるためには
まあ、煩雑な手続き当然これは必要としてやられているわけですから、これは仕方がないことですね。それと経営者としてはですね、もっと安い労働力が必要で、それによって今から挽回していこうというふうに考えているのかもしれないんですけども、まずワクチンの接種者の待機免除とは言ってもですね、接種者が感染している事実がこれもう明らかになってますからね。ですから、その先ほどもちょっと申し上げた通り、宿主になって元気よく活動しているっていう可能性もあるわけですから、やっぱりここは多少手続きが煩雑であってもしっかりと検査していただきたいというような感じ、逆に言うとですね、未接種者の方がかかったら自分で具合悪くなっておとなしくなっちゃうわけですから、こっちの方がまだ分かりやすいような気もしますよね。また今回の緩和では、その訪日、先ほどもお伝えしましたが、訪日外国人観光客は対象外となっています。大手旅行会社からしてみれば、その観光客の解禁については、早ければ早いほどいいと切望する声が上がっているということですね。あと、その新型コロナウイルスの水際対策として制限されていた外国人の新規入国が緩和され、大学などで留学生を受け入れる動き、これも本格化しています。コロナ禍で海外からオンライン授業を余儀なくされる学生もいて、緩和を待っていた学校側、入国後にこの隔離する場所の確保、住居の用意など支援の準備を急ピッチで進めていると。で、留学生は入国後の14日間ワクチン接種済みですと10日間の待機が求められる、短縮されるということなんですね。この大学などで留学生を受け入れる動き、これが出てきているという、これは坂東さんどうですか。まずですね、受け入れる前にですね、入れる前にまず出さないといけないですよね。短期滞在者がですね、まず結構な数ですね。短期滞在って本来は、90日以内なんですよ。ところがこれがもう延長でもう1年以上いる短期滞在者は結構いるんですよね。今までは飛行機の便数が少なくなったと、ただ、少なくなったとは言っても完全に止まってるわけではないので、予約すれば帰れるんですけども、そういうことを理由にしてずっと滞在を続けている人たちが結構いますんでですね、この人たちにまずお帰りいただくということ、その上で、外国人頼りだった外国人頼りで回っていたコロナ前の日本の状態に戻していいのかどうかをよく考えていかないと私は危険だと思いますね。そこら辺はしっかりと考えなきゃダメだってことですね。国益とは何かね、国益を考えてもそういうことが重要だという方がいますけども、じゃあ国益とは何なのかですよ。まずは日本人の健康だと私は思いますね。それと経済の、復活、そういうことです。その2つをしっかりとこう押さえておかなきゃダメだということですね。時刻8時34分になります。時刻8時36分です。今朝のコメンテーターは作家の坂東忠信さんです。在留期間などの要件つけずに外国人に住民投票の投票権を与える条例案を東京都武蔵野市がまとめ、市長が19日開会の市議会に提案する方針固めたことが分かりました。外国人に投票権を認める条例は全国で40以上の自治体にありますが、在留期間などの要件をつけるケースが多くなっています。日本人と同じ条件で付与する条例が成立すると全国で3例目とみられ、武蔵野市来年度中の施行を目指しています。で、条例案では18歳以上の日本人と定住外国人のうち市内に3ヶ月以上住んでいる人に住民投票の投票権を認めるとしています。この留学生や技能実習生らも含むということなんですね。在留期間などのこの要件をつけずに外国人に住民投票の投票権を与える、この武蔵野市の条例案、坂東さんいかがでしょう。すごいこと決めようとしてますね。まず3ヶ月以上住んでいる外国人に投票ですね。これですね、外国人参政権っていうとみんなすごい複雑なイメージがあるかもしれませんけども、すごい簡単に、ちょっと例えますよ。蕎麦屋に入って蕎麦注文しますよね。その時にキムチ出せって言ったって出てこないですよね。原則日本蕎麦屋さんだったらね。でキムチが出てこないんだったら、厨房にキムチ職人を入れろ、俺にも決めさせろ、俺は客だ、金払ってんだ、税金払ってんだって言ってるのと同じなんですよ。これ私に言わせれば、キムチが食いたけ焼肉屋に行けという話ですよ。本当に、それと同じことを国に対して押し付けている勢力、外国人勢力なんか外国人団体勢力、こういったものがあるからこういう話になってくるんであって、そもそも外国人が
日本において投票できるということは、はい、母国においても投票できるわけですよね、はい、そうすると二重投票の逆バージョンですか、なんていうんですかね、二枝投票ですかね、はい、そういうような状況になるんで、それでいいのかっていうことなんですよ、はい、これ松下市長にとっては先月の市長選で公約に掲げた肝煎り施策の一つだと。これを肝煎りにする人ってどういう人なんだということですね。本当に日本人の、主権をね、国家の主権を持って、はい、主権は国民にあるというふうに決められていることと、ちょっとこれはなんか違うんじゃないんですか。なんか多様性を認め、うん、支え合うため市民の意見を適切に市政に反映する仕組みが必要だと言ってるようですね、はい、これ逆に言うと多様性を認めないと排除される可能性がなんかありますよね。社会的風潮的にですね、LGBTであるとかいろんなものがその多様性という言葉によって使われてますけども、はい、それに賛同しないとレイシストみたいな感じになってきてるような気が私はするんですよ、それはもう世界市民思想統一ですね、ですからこういったところをですね、まず私たちは何者なのか、これを一人一人が考えて、はい、私たちの心はどこに帰属するのか、それですよね、日本に国に帰属するのか、はい、宗教に帰属するのか、一人一人が考えて、はい、結論を持ってしっかりとした自分を持たないと、こういう耳障りのいいことにですね、踊らされて踊ってですね、気がついたら裸踊りしてるような状況になっちゃうわけですよ、はいはい、今朝のコメンテーター、元警視庁北京語通訳捜査官、作家の坂東忠信さんでした。坂東さん、ありがとうございました。ありがとうございました。